元東京都知事で参議院議員猪瀬直樹氏77が19日自身の XQ ツイッターを更新パリ五輪の体操女子日本代表首相宮田翔子19イコール巡大が代表行動規範に違反した疑いでチームを離脱することに試験を綴った宮田には喫煙の疑いが浮上17日に事前合宿地のモナコで 報道陣に公開された公開練習に姿を見せなかった。26日開幕の五輪出場は不透明で代表剥奪の可能性もある。猪瀬氏は代表剥奪の可能性を報じた記事を引用し、その上でつくづく日本人は劣化している。たかがタバコで何を騒いでいるのか。麻薬じゃないんだぞ。と試験を綴った。続けて。 規則づくめの釈子定規が日本をダメにしてきたのだこんな些細なことで19歳の夢を潰すつもりかと自身の思いを記したこの投稿にはおっしゃる通り同意と賛成する意見もあればタバコが問題ではなく規定に違反したのが問題やでたかがと思ってる時点でアウトですなどと猪瀬氏の意見に批判的な声もあり賛否両論が寄せられた 以下はネットユーザーザのの反応をまとめたものです夢という言葉で擁護することに違和感を感じます本件はスポーツというルール下の競争でありルールを守れなければ競争が成立しないことで平等性を追求しています夢の問題ではありません選挙などでも法に触れなければ何をやっても良いという風潮に批判が集まりました その方に触れることすら守れないルール破りに対しスポーツの頂点を極めるオリンピックなど国際大会が厳しいのは当然でタバコどころか常備薬に含まれる成分でドーピング判定される例もありうるなど極めて厳格な自己管理責任があるといえます国を代表するスポーツ選手にはこうした 危機管理能力含めて実力と判断されることは当然のように感じます長年売れずに苦労した芸人ハリウッドザコ師匠は芸人として売れるため運転にはリスクを伴うので車すら買わないとのこと本当に夢見ている人の言葉は重いと思いますチーム規律の問題でもあるんですよ今回の喫煙を不問にすると 今後未成年に喫煙を注意しても3はよくて私はダメなんですかと突っかかってくるのは目に見えるし処分すれば民事訴訟やスポーツ仲裁裁判所に訴える可能性があるそれに立法府である参議院議員が堂々と法律違反を見逃せというのは立法府を理解できてないことになるので早々に辞職された方がいいと思います タバコに焦点が当てられているが、おそらくそれだけではなかったのだろうと推察しています。みんなが、みんなそうだとは言いませんが、彼女の場合はタバコを吸うタイミングであったりとか、マナーだったりとかが著しく自分本位で手がつけられなかったとかそういったことも踏まえての処分ではないかと。タバコも食事も自分の意思でやるものですから、そこにはマナーが存在しますね。 でもタバコのマナーは食事よりも守られない傾向が強いですね。そんな積み重ねが今回の騒動の引き金になったのではないでしょうか。競技にしても細かいルールを守って競い合うことが大前提。ドーピングにしてもたかがと思うことはたくさんあって、それもルールなんですよ。日本の代表が日本の社会のルールを守れないことに問題があると言われているんですよ。 100m で世界記録出しても隣のレーンを少しでも踏み越えたら失格なんです頑張ったとか夢とかむしろそれを大事にするならそれを壊さないように最新の努力をすべきと思います未成年者喫煙禁止法明治33年法律第33号の概要満20歳未満はタバコを吸うことを禁じ違反者は行政処分に処する 親権者が未成年者の喫煙を制止しないときは過量に処する。タバコ及び器具、イカタバコ等を販売する者は未成年者の喫煙防止のため年齢確認その他必要な措置を講ずるものとする。未成年者が吸うことを知りながらタバコ等を販売した場合は50万円以下の罰金に処する。これらに違反した場合の処罰を所属団体、 または組織では明確にすべきかと。よく、昔はおおらかだった。という趣旨の話もあるけれど、これの使い方で少しずれがあったりする。確かに昔は今よりもおおらかだったのです。それは間違いなく。そして、それは明るみに出ていないという前提の話で、この明るみに出ていないというのがなかなか幅がありまして、それが、 グレーゾーンとして機能していた。悪く言えば、バレなきゃ、問題ないという視点で、このバレる範疇の話なんです。そういう意味じゃ、今回の件は広く世に出てしまったので、不問に伏すわけにはいかない。これが、周りの人や身近なコミュニティ内だけの話で済めば、社会的制裁ではなく、コミュニティ内での処罰で済ませられる。情報伝達範囲。 速度、個人の影響する範囲の狭かった昔はそういう小さな違い封建的なアジール的なものが無数にあったわけでそこでの秩序でなんとかなってた今はそういうのが禁止化されていく時代息苦しさの一因でもあるが仕方ない日本の法律に定められていることを守れなくて日本代表として大会に出場するのは本末転倒ではないでしょうか だから政治家の方たちも規定で決まった公費の使い方ができないなら辞職するべきですよね一般人は法を犯せば罰を受けますアスリートだから政治家だから法を犯しても夢や志を尊重されるのは間違っています宮田さんもここで過ちを正せなければ将来 もっと大きな過ちを犯してしまう可能性もありますまだお若いですし逆にチャンスをもらったと切り替えてこれから先の人生を歩んでいけばもっと偉大な人物になれると思います19歳の夢は潰れてもそこから先の人生の方がはるかに長いのですから民法で喫煙は20歳になってからと定められているので 19歳の夢を潰すつもりかといっても、法律を守れない人がオリンピック選手というのはどうなんでしょう。疑惑なので、ちゃんと潔白を証明すればよいだけ、たかが喫煙でと、国会議員である、お方が軽々しく言うのも法律は、特例はないでしょう。オリンピック選手だから、政治家だから、など、特別扱いされることはないでしょう。みんなが守るべきものであり、 改正されるまでは、現在の法律を守る。普通に当たり前のことだと思います。疑惑の段階で、あたかも喫煙が事実で、オリンピック選手だし19歳だし、夢を潰す方がおかしい。たかが喫煙でと未成年の喫煙を許せと発する、人の方が理解できません。疑惑をしっかり晴らせばいい。事実無根ならば、それをちゃんと証明すればいい。 首相という立場で行動規範に反することがあったのが問題なんだと思います。あなたも都知事時代に問題ある行動があり、途中でリタイアなさいましたよね。そういうことなんです。それとたかが、タバコではありません。こういう行動がエスカレートしていくとあなたが言われてる、麻薬まで行くケースもあります。言葉は慎重に選ばれて発した方がいいと思います。 法的には成人していますが喫煙を飲酒を認められている年齢でもありませんからね。